福井県大井原発の再稼働をめぐる大阪市の橋本市長の当確宣言について民主党の越石幹事長は受けて立つと対決姿勢を鮮明にしましまた維新の会の民主党政権ではこれからの日本はだめだと政権を打倒するとこういうふうに明言されているわけですからそれはきちっと受けて立つ。 越井市幹事長はまた国民の信頼を得られるエネルギー政策を明確にすると述べ原発再稼働に反対する橋本市長とは一線を画す考えを強調しましたさらに地域政党に惑わされず国民の負託に応えると述べ社会保障と税の一体改革をはじめ景気対策や雇用対策に力を入れる考えを示しました